皆さんこんにちは。はい、こんにちは。ダブルMチャンネルの矢野ワンです。そうです。今回はですね、はい、福島県福島市に来てるんですけど、はい、和紙神社っていうね、うん、神社に来てて、はい、ここの神社はですね、雨の日和紙の御事、そうですね、っていう神様で、神様をなんか祀ってる神社で、はい、なんか日本書紀とかそうだね、うん、に登場してくる神様みたいなんですよね、はいはい、でここの神社見晴らしがすごく良くてですね、うん、駐車場からの、はい、絶景なんですよね。そう、見晴らしめっちゃいいです。はい、なんでまあ見てこようかなと思いますんで、はい、じゃあ行きましょうか。はい、行きます。行きます。電車が運よく通りました。見晴らしがいいです。すごくいいですね、見晴らしね。あれ忍山から真正面、そうだ。で、スカイラインがこっち方面だよね、見えるのが確か、うん、そうだね、確かそうだったような気がする。矢野くん、そんで、はい、ご神木、ご神木、桜ですね。ああ、この木がご神木ですね。ふっと、ね、桜、結構いいみたいです。あ、桜、桜、綺麗みたい。あ、そうだよね、桜と神社がいい感じに。あ、書いてある、ここに。ソメイヨシノ樹高 13.0 米。でかいね。あ、そうそう、それね、うん、ホール沿いの方に、線路の方にさ、小屋が あるんだけど、そっち今通れない。そう、止めなんだよ、ね、そうみたい。で、裏の方に来ると鳥、赤い鳥があって、そうそう、あそこにね、そこから入ってくると駐車場あるんで、はい、結構広い、結構広いですね。こういう風に止まってますんで、あー立派。じゃあちょっと行ってみますか。はい、あのさ、はい、和紙神社、あ、大和武尊の御事って書いてある。大和武なんだ。そうだね、大和武尊の御事。どっかに書いてないかな、あ、多分書いてあるんじゃない。なんだっけ、雨の日和紙の御事でしょ。雨の日和紙の御事、あ、お祭りが、そうだ、お祭りあるみたいですね。結構ね、ほんとのどかでいい場所なんで。そうそう、あ、これが元あったとか、元あった山道はこっちかな。そうだね、線路の方の鳥居の方からはこっちにつながるんだけど、ちょっと今行けないんで、多分線路があるからこっちからは来れないっていう感じかな。そうです、裏、裏から入ってもらう感じですね。そうですね。あ、今ちょうど正面から映すと歩道がこんな感じなんで、じゃあいいよね、はい、いい感じです。お参りさせてもらいます。そうだね、これからお参りさせてもらいます。はい、はい、今お参りさせてもらいました、はい、お参りさせてもらいました。ちょっと桜を見に行きたいね。すごい、すげえ立派じゃん、はい、すげえ立派、でけえ。これ確かにあれだね、桜の咲く頃はお堂と桜がいい感じで見えそうだね。このゴツゴツ感すごい、これ肌質感がもうふっと。こっちの方も桜だよ。あ、多分そうだと思う。うん、ここも桜だし、見晴らしもいいし、桜も咲いたら最高だね。綺麗なんだ。うん、なんか心地いい神社だよね、ここ。うん、そうだ、そうですね、はい、はい、じゃあ行ってみましょうか。はい、はい、ありがとうございます。はい、では今ね、はい、行きましたけど、行きました。駐車場からね、眺めもすごくいい神社で、ご神木もすごい桜。そうですね、はい、うん、で、参道、昔使えてた参道なのかな、電車ができる前に。あっち側、あっちは通れないみたいなんでね。そう、でもあそこの雰囲気もすごく良かった、うん、なんか名残があるっていうかね、はい、神社もすごい綺麗だし、ぜひ気になった方いましたら来てみてほしいですね、うん、はい、
はい。なんかありますか？いえ、大丈夫です。大丈夫ですか？はい、おすすめです。はい。桜の時期のおすすめなんで。そうですね。はい。はい。ぜひ気になった方いましたら、来てみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。では、バイバイ。はい。